火の国は木の葉隠れの里。そこに里の長火影になることを夢見る少年渦巻ナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をひた走る。しかし忍界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織がキュービを含む9体の美獣を回収せんがため、忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻きナルトはただまっすぐ新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために、この世界にもはや意味はない。ここで外道魔族だと、まさか休め始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、忍界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。そううまくいくか。すぐに無限の夢へ連れて行ってやる。やはり強いな。まだ家庭の息子に休み、俺の頼みはお前に無理。何だと？路線終点！よし、家庭の通り、二つが同じ術なら、そう作り出すのも同じ。だとすれば、確実で生じる気分が同じという。苦しそうな顔してんな。おっと、これだ。てめえを倒してこの戦争を終わらせる。宇宙惑星螺旋手裏剣。まだまだ、このまま一気に畳みかけてやる。
よし、カムイもらったってばよ。なんだ、影分身か。うわ限界のようだな、カカシ。まだだ、美獣の番。少し遅い。無駄なことを。バカな。もう逃げらんねえぞ。そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、奴のカムイで消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。てめえは誰だ。お前は。オビト。予感はしていた。だが信じたくはなかった。俺の予想は外れていてほしかった。なぜならお前はあの時英雄になったはずだろう。時は第三次忍海大戦。老若男女構わず忍びと呼ばれる者たちが戦場へと駆けてゆく時代。傷つけ傷つき、奪い奪われ、どこまでも続く炎のごとき憎しみの連鎖。その中に巣立ち間もない三人の若者たちがいた。彼らもまた戦火をめぐり命を懸ける忍びであった。だからなんで簡単に遅刻するんだ。忍びの掟にもあるでしょ、時間は厳守すべしって。だいたい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ、お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあ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 、二人ともやめなよ。同じチームなんだからさ。リンは甘いんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。そうだよね。あ、なんだっけ。じゃ、その話をしながら目的地に進もうか。そんなわけで、今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて、俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ、木の葉も今や未曾有の戦力不足だからね。っていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ、カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注クナイをあげたよ。俺とお揃いのものだけど。それでオビトは。悪い、忘れてた。まあ、お前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。うん、ああ、もう喧嘩しない。さて、今回の任務について説明をするよ。まず、土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は、彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は。俺は前線で直接敵を叩く、
君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれてミッションスタートだよ。はい。気づかれたか。大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます。援護してください。焦っちゃダメだカカシ。やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。今日は俺が隊長だと。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ先生。俺たちはカカシのフォローだよ。はい。よし、ミソを一体確実に倒せばいい。ただそれだけだ。戦争中とはいえ、ガキ相手ってのは気が引けるだな。せめて苦しまずに倒してやるぜ。カカシ、全部を一人でやろうと思わないこと。あまり焦らないで。それじゃ確実に。ああ、分かってるよ。全部片付けるよ。了解。本当は忍びを舐めるな。数だけは多いね。はあ。よし。行くぞ。祈るな。よし。行くぞ。外れだ。行くぞ。
完了。大丈夫、カカシ。援軍はないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやる。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ。状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できず、チームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ。忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのか、まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を前へ前へ。少年たちは懸命に走っていた。さて、ここからは二手に分かれる。みんな頑張るんだよ。港と離れたカカシたちは一路目的地カンナビ橋を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む三人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン！こいつは預からせてもらう。お前、リンに何をした？安心しろ。ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ。リンはどうすんだよ！リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対。それが掟だ。掟だ！今はそんなことより大切なことがあんだろう！リンはなんだ？同じ班の仲間だろう！俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた。ずっと俺たちを支えてくれた。大切な仲間だろうが。それがリンの任務でもあった。もういい。お前と俺とは元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺は
リンを助けに行く。この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。俺が必ず。お前一人で大したこと。しかし度胸があったとしても。どうにもならない。今のお前がまさにそうだ。お前の命はここで終わる。残念だがな。まだ腕が震え上がる。くそ。恐怖は自分の弱さだ。聞こえろ、オビト。もう少しでリンゴ。女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星か。やはり考えも行動もガキだな、お前は。貴様ごときに本気で出していると意外と粘れ。どうやらお前を過小評価していたようだな。ほう。おい、遊びはその辺でやめとけよ。ああ。忍法、迷彩隠れの術。頑張れ、オビト。私、ずっと応援してるからね。俺は、まだ…死ね。ココシ、どうしてここに…まあ、お前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょ。奴はガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイザック。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ。オビト、リンは無事なのか。まず俺たちを倒さないといけなくてはだ。状況は単純だろう。しかしコナーは随分と人手不足みたいだな。おい、てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて正気じゃねえぜ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。関連システムがあんたの里とは運命の差ってことだよ。一時中がすぎるんじゃん。はっ、おい、ガキが相手だからと言って気を抜くな。ちょっと油断しただけ。とはいえ、こいつは本当にただ。蹴りつけてやるぜ。このガキ
やっぱ手ごわいな。カカシン、大丈夫だ、この程度。オビト、じゃあな。カカシン、おい、大丈夫か？お前、目が…まだ死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけで、みんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。死ね。まず、その目は…オビト、お前、シャリンガンを…ここは…仲間は俺が守る。おいおい、マジかよ。やるさ、オビト。ああ、手の中だぜ。何なんだこいつ、さっきまでとは全然違うじゃねえか。生きて帰れると思うなよ。ドトン、岩宿崩し。目障りなんだよ、ガキども。経験の浅い奴らには必ず大きな隙が生まれる。助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、この葉のガキども。ドトン、岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。カカシン！
大丈夫か、リン、カカシ、オビト！クソ！やめろ、いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！いや、そんな、どうして？俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたらこんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや忘れてたぜ、俺お前に上人祝いのプレゼントやってなかったな。何がいいかずっと考えてたんだ。でよ、今思いついた。何？安心しろ。役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らが。なんて言おうと、お前は立派な上人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。リンを連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でもいいから行け。リン、ドトン熱の転生。早く捕まれ！オビト！カカシのやつとせっかく仲良くなれたのに。リンには結局告白できなかったな。みんなともっと一緒にいたかったな。オビト。リンを頼めて。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。やるぞ。俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして？この区内の術式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は？俺が全員倒したよ。リンはどこなんです？
間に合わなくてすまなかった。カカシ、話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残したカンナビ教の戦い。その日、木ノ葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。俺は死んだのか。ここはあの世との狭間だ、内葉の者よ。その目、まさかじいちゃんも内葉の。痛みを感じるということはまだ生きているということだ。じいちゃんが助けてくれたのか、ありがとう。礼を言うのはまだ早い。その分の恩はしっかり返してもらうつもりだ。それはいいんだけど、何すりゃいいんだ。俺は木ノ葉へ帰らなきゃなんねんだけど。今は戦争中だ。シャリンガンもやっと開眼したし、これで今度はもっと仲間を守れる。もっと仲間を守るか。なんだよ。お前のその体、もう忍びとしてはやっていけまい。現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。うるせえよ。俺はこんなとこに長居をしたくねえんだ。やめておけ。お前も俺もここより出ることはできん。この体ではな。てめえは一体何者だ。俺は内葉の亡霊、内葉マダラだ。マダラ。マダラならとっくに死んでなきゃおかしいだろ。いつの時代の話だよ。俺は時代遅れの産物か。確かに俺は後ろの魔像からチャクラを常に供給し続けなければあっという間に死んでしまう死に損ないだがな。その死に損ないがこんなガキ捕まえて何しよってんだ。この世の因果を断ち切る。勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作る。知るかよそんなの。俺はただみんなのところへ帰りたいだけだ。勝手に死ぬならそれでもいいが、代わりにそのシャリンガンはいただくぞ。なんで目を欲しがる。お前はもうシャリンガンを持ってんだろ。右目がまだ入ってなくてな。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものだ。俺がカカシと揃えばより強くなれるってことじゃねえか。リンも今度こそ二人でちゃんと守れるってことじゃねえか。なおさらここにはいられねえ。待ってろよカカシ、ギリ、俺は生きてる。あ
任せる。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。リン。またリンって言ってる。どう？何やってんだてめえは。いやー、またリン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 ってつぶやいてたから、どんな夢見てんのか気になっちゃったって。へえ。そういう時のオビトはだらしない顔してて面白いんだよね。よだれまで垂らす時あるし。ぐるぐる、お前笑ってんじゃねえ。ごめんなさいっす。ここに来てずいぶん経つな。初めてお前らを見た時は度肝抜かれたけど、魔像から作られたんだっけか、そのデク人形は。僕らからすると君の方がデク人形だけどね。そうそう、人間のくせに体半分は僕らと同じ人造体なんだからさ。マダラが気になるの？因果を切るだのなんだのと、わけわかんねえ話だけして、自分はずっとお眠か。あ、分かってなかったんだマダラの話。まあ簡単に言うとね、本当の世の中の嫌なことを捨てて、いいことだらけの夢の中に逃げちゃおうって話。夢だから何だって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。なんだそりゃ、今度はバカバカしすぎて意味わかんねえよ。君の頭だとそうなるだろうね。うるせえ、お前なんかもっと頭悪そうじゃねえか。正解。ったく、バカにしてんのかバカなのかって、今はそんなことどうでもいいか。とにかく少しでも早くこの体になれねえと。よし、お前らそろそろあれやるぞ。はーい、リハビリ修行っすね。準備はできてんだろうな。もちろん。 よし行くぞ。手加減抜きでやる。覚悟しろよお前ら。少しは手加減してほしいんだけど。初めに言っただろ、手加減なくなって。そんなこと言ってたし、もう忘れちゃったよ。ほらほら、倒した。私のやつはもっと強かったぜ。そんなこと言われてもね、僕ら私のことを詳しく知らないし、手合わせをやるときに思ってたけど、君は戦いの基礎はできてるよね。本物どれだ。おー、なかなか賢いっすね。チリ強くなってこの葉に戻る。リンも驚くさ。またリンリン言ってるよ。細胞で作られてるんだし。本物どれだ。おー、なかなか賢いっすね。
僕らの教育の賜物だよ。僕らのこと今度から先生って呼んでもらってもいいっすよ。俺の先生は後にも先にも湊先生だけだ。自信がついたぜ。いい感じだ。前よりもさらに馴染んでる。もう違和感はない。自分の体として完全に馴染んだ感じだ。もう少しで会えるぞ。大変だよ。ん？さっき外行ってたんだけど、君の言ってたリンってのがヤバいよ。何があった？カカシってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる。まだその体じゃ岩は壊せやしないよ。リンとカカシを助けに行かなきゃ。僕の体を切るといいよ。お前、マダラの部下だろ。いいのか？リンとカカシを助けたいんでしょ？ありがとう、グルグル。はっ！よし。行くか。助けてくれたことには感謝するけど、俺は行く。行かなきゃならねえから。一直線に目的地に向かう。オッケー、道案内は任せておいてよ。何せ僕の仲間が世界中を見張ってるからね。たやすいもんだよ。状況は？かなりヤバい状況だよ。霧隠れの実験体がどうこう言ってるけど、僕はよくわかんない。とにかくリンもカカシも数十人に囲まれてるみたい。湊先生は何をしている？誰？黄色い線香は何してるって聞いてんだ。あの人は何か別の任務中みたいだね。近くにはいないよ。こんな時にカカシ、お前は約束してくれた。頼む、リンを何とか守ってくれ。俺もすぐ駆けつける。雨？違うよ。これはさっきの衝撃で生まれたしぶき。そこにリンとカカシがいるよ。どうすんの？決まってんだろ。このまま突っ込め。なんだ？変なイメージしてんじゃねえ。んなことあるわけねえだろ。リンは俺とカカシで守るんだ。
ここは一体ここは何だ。増援か。バカが、たった一人で仕留めるぞ。初代火影だけではなかったのか。夢だから何だって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。リン、もう一度、もう一度君のいる世界を作ろう。俺がこの世の因果を断ち切る。そのために帰ってきた。誰にも見られてはいないだろう。見ていたのは僕だけ。オビと敵を全員倒しちゃったから大丈夫。ただカカシだけは見逃したみたい。まあ気絶してたから何も見てないけど。かつての仲間だけに未練があったか。違う、どうでもよかっただけだ。この世にあいつが生きていようが死んでいようがもうどうでもいい。これから作る世界にカカシはいる、リンも。
俺に夢の世界の作り方を教えてくれ、マダラ。もう礼はいらん。こっちへ来い。今日からお前が救世主だ。夢の世界、その作り方は至極簡単だ。要は俺の作り出した現実世界に全ての人間を連れてくるだけ。ただし術の規模を月を使って拡大しなければならない。そうだな、まずお前に陸道仙人と十尾について知ってもらう。そして俺の月の目計画もな。先の戦いで柱間細胞を手に入れた俺はそれを移植した。そして寿命で死にかけた時だ、リンネガンを開眼したのだ。それは同時にある封印を解くことにもなった。口寄せできたのだ。十尾の抜け殻下道魔像を月からな。その後すぐに魔像の体を触媒にして柱間細胞を培養したのがこれだ。こいつに俺の意志を入れた。半分は俺だと思え。さあ動け。俺が復活するまでの間、お前がうちはマダラだ。何のつもりなの。お前から九尾を引き出し木の葉を潰す。さあ出てこい九尾。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。さすがは先生だ。今は俺の方が早い。私はしない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに
すでに希望などお前らにはない。球技を操るほどの力を持ち、そしてこの辺に当てはまる人物が俺の知る限りでは一人しかいない。あなたが未知やまだかというのさあどうだろうな。俺が時間を食っていたら里の被害が大きくなる。早めに奴を仕留めなくてはおいおい、それができるとでも思うのか。よってこい。忍びの力を何をなそうとしているか、その意志の強さで変わる。わかるか。お前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ。なぜこの葉を狙う。言うなら気まぐれであり、計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。こいつ一体何を。見ました。捕まえたぞ。お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ。もっと捕まえたぞ。分かる必要はない。どうせ何も知らぬままお前は散るのだからな。おっと、どうした四代目。お前の力はこの程度ではないだろう。里が気になるか、それとも子供が気になるか。いずれにせよ、戦いに集中できないお前はここで死ぬ。依頼神二の段だよ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑る者、やりようはいくらでもある。キュービー野放しのまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木ノ葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは地里の復興に目が向けられるはず。なるほど、その間に動くというわけか。月の目計画をなすにはいろいろと準備がいる。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ。湊先生、こんなとこ、こんな世界は。どうでもいいんだよ。本当にオビトなのか。生きていたならなぜ今まで。
俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかし、そうだな。なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは内葉マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな。鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに、なんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさか。てめえ、そいつは返す。あんたのものだ。死んでたやつが引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。てめえらの好きにはさせねえ。ここでぶっ潰す。果たしてその威勢、本物か見せてもらおう。サダラは超強い。少しの肝抜くんじゃねえぞ、ナルト。わかってる。無限つくやみこそ人類全員を幸せにする唯一の。貴様一人犠牲で済むのなら悪い話ではないはず。お前は英雄なんだ。お前の口車には乗らねえ。僕の術。なるほど。今のお前は木陰すら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。俺を相手にするにはまだ足りん。この感じ、やつに近いものを感じる。俺は負けねえ。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ、口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。おめえら、ナルト、影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対
殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは今のナルトを守ることだ。行くぞガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっ、おう。向こうの火星に行かなきゃな。随分とシャリンガンを使いこなせるようになった。ただし、所詮仮物のね、メッキが剥がれるのも時間の問題だ。分かってるさ。この戦いが終わるまで待ってくれればそれでいい。今度ははっきり分かんぜ、てめえの苦しがる顔がよ。ジュービは復活させねえよ。すぐにぶっ飛ばしてやる。よし、このまま追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリジリに吹き飛ばす。はっ、撃て。よっしゃ、終わったのか。ああ、終わったよ、この世界がな。うわっ、なんだ。あれは、もしかして。ああ、あれが準備だ。チャクラは消えたはずなのに。俺にそんな感情も概念もねえよ。あれはな、世界を循環している自然エネルギーそのものだ。ジュービ復活までに奴らを捕らえるつもりだったんだが、意外にやるな。おい、追っ始める気だぜ。ナルト、カガシとガイってやつを渡せ。おっ、いいか、まずは距離を取ってあれの出方を見ろ。その出方に合わせて攻撃をかわし、できるだけ大きめの攻撃を食らわす。行くぞ。最後のチャンスだと思い。
で俺たちを止めようか。この世界でもがいても価値はない。この世界に希望がない。よせナルト、この状況で影分身は意味がない。所詮は烏合の衆。
これでもう烏合の衆じゃねえ。今ここにあるのは忍び連合軍の術だ。てめえらはこの術でぶっ倒す。この世界は終わらせる。本部より連合軍に通達。おのおのここが勝負の時だ。事前に伝えた作戦を遂行し10秒追い込め。行くってばよみんな。ドトン第一道具。こそお前の忍び連合軍の術だったわよ。これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな。奴らに教えてやろう。絶望を。なんだ。あんな距離まで。ソビト。の方向はここか。連合の頭を狙うか。まるでお前が考えそうな策だな。で、今からでは逃げ切れない。どうする。やるべきことを最後までやるだけだ。命、戦場のみんなとつなげてくれ。みんな、聞いてくれ。これで連合の頭は潰した。まあ基本だな。で、次はどうする。続きだ。奴らに絶望を教える。丁寧にな。木刀刺し木の術。 なんて数だ。どうすりゃいいんだよ。
んや。俺はもう。ネジ兄さん。ナルト、日向様はお前のためなら死ぬ。だからお前の命は一つじゃない。どうやら俺の命もその一つに入っていたようだ。なんでお前がこんなことで、どうして俺にそこまで。お前に天才だと言われたからだ。ネジ、ネジ兄さん。おい、ネジ、しっかりしろ。おい、ネジ。おい、嘘だろ。仲間は殺させないんじゃなかったのか。これからこれが続く。お前の軽い言葉も理念も全て偽りになる。ナルト、この現実に何がある。現実にいる必要がどこにある。いい加減こっちへ来い。さっきネジ兄さんが言った、ナルト君の命は一つじゃないって意味、わかる？仲間は絶対殺させない。その言葉も信念も偽りじゃない。それを胸にちゃんとやってのけたの。ネジ兄さんはナルト君だけじゃない。皆がそうやってその言葉、思いと同じものを胸にお互いに命をつなぎ合ってる。だから仲間なの。その言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまったら、ネジ兄さんがしたことも無駄になる。それこそ本当に仲間を殺すことになる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私もそれが人道だから。そうだったな。父ちゃんと母ちゃんだけじゃねえ。俺の命は一つじゃねえ。ひなた、ありがとう。お前が俺の横にいてくれたおかげだ。もういい。見ててくれ。行くぞ、ひなた。俺は九尾チャクラ。おお、ナルトのガキめ、キュービチャクラを渡すことができるのか。今さらそのようなことをやったところで。影分身の術。仲間の死から何も学ばない。幼稚な忍びに過ぎない。
確かにネジは死んだけど、ネジは俺たちの中でつながり生きている。いいことを教えてやる。そのつながりが今の俺を作ったのだ。それは強い呪いであることを知っておけ。行くぞ。お前と違って俺は繋がってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。やはり貴様は幼稚だ。仲間の死の痛みを繋がりとのたまうなら、仲間を守る必要もないはず。そういうこと言ってんじゃねえんだよ、ヘレクスバカ。仲間とのことならどんだけ痛くても我慢するっつってんだ。それを捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ、俺は。以上。で、それが何だというのだ。何？こうして俺たちを引きずり落としたことは褒めてやろう。よくやった。結局は何も変わらない。むしろ厄介なものになったかもしれんぞ。唯一つながっていた俺と十尾を切るからだ。抑えが効かんぞ。十尾を今度こそ消す。狙ってたようだな。それは俺も同じだ。だぞ、こっちを頼む。博士先生。さあ、これからだぞ、楽しいの。